田尻常ツ田尻常ジ田尻常オは日本の小学者。大正から第二次世界大戦中まで第四代長崎高等商業学校校長、初代横浜高等商業学校校長を務め、戦後は東京経済大学理事長、学長などを歴任した熊本県出身。1901年東京高等商業学校専攻科を卒業。 1901年から1908年まで大倉商業学校で教鞭を取る。1908年に長崎高等商業学校教授となり、1920年に第四代校長となった。1923年に新設された横浜高等商業学校の初代校長に転じ1943年までその座にあった。田尻は大柄で、 長崎校長の一教授に過ぎなかった頃から校長と間違われることがあり、学生からは見かけ倒しの田尻さんと称されていたといい、また在界人との社交にも巧みで学生の就職の面倒見もよく、就職の神様とも呼ばれていた。1948年、新生大学への昇格を目指して運動していた大倉経済専門学校に理事長として招かれ、 1949年の東京経済大学への昇格を経て1957年3月まで理事長の座に泊まり、1953年12月以降の最後の3年余りには学長も兼務した。1957年には第5回横浜文化賞を受賞した。横浜国立大学の時は大キャンパスには田尻の郷像が設置されている。ありがとうございます。